はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は円卓高校応援ガチャを引いていきたいと思います。強化円卓の応援ガチャですね。ようやく引きます。でようやく引くのと、円卓高校の強化バージョンまだ1回もやってなくて、で1回もやってないうちにですね、もう第2弾の応援ガチャが、登場して、で、まあ、ちょっとこれは石の問題上引けなくて、でさらにですね、強化円卓高校の、柵山のお知らせも来てですね、強化円卓自体は俺全然やったことないんで分かんないんですよ。分かんないうちに柵山が開催決定しちゃったんで、ちょっとね結構厳しいような気はします。まあ、ただ柵山自体は木曜から開催なので、若干の時間はまだあるのかな。今土曜なんで今日が。で、こっちの応援ガチャを引いていくんですけれども、柵山って基本的には、あ、ちょっと待って、一押しキャラの方ね。柵山って基本的にはその特殊能力と金徳の組み合わせで、ボーナスを稼いでいく感じじゃないですか。で重戦車はねボーナスにあったんでいいと思うんですけど、牛若丸とかなんかなかったと思うんだよね。だからクロセイラちゃん入れるかって言われたらちょっと分かんない。で柵山って余計なキャラ1人入れるともう多分組み合わせボーナスが相当厳しくなるんで、なんかクロセイラちゃんの入る余地があるかって言われたらちょっと不明なんだけれども、まあただ強化円卓自体では多分クロセイラちゃん強いと思うんで、今回ガチャは引いていきます。で60連目でバナー PSR が確定になりますので、そこまで引いていきます。まあ、そんなわけでじゃあタンガチャを1回引いていきましょう。柵山はねもうほんと厳しいよね。投手も野手も両方作んなきゃいけないっていう。これはクロセイラちゃん R で、クロセイラちゃんはまあ普通のセイラちゃんからもね解放ができるんで、まあ、かといってね今更ダンジョンに潜るかって言われたら、ダンジョンってさ一回離れるともう忘れちゃうじゃん、その編成とかさ装備とかあとルート。だからねなかなかそれも時間のある時じゃないとできないんですけど。でここは10連出現率は2倍だけど特に何もなさそうだな。ランスか。ランスはね一応 SR がねプラゴなんで。岸田くん、なんか後ろにモードくんがいたな。アーサーはね PSR 持ってるんで、まあ、解放用に使えるんですけど。で20連目、ここは SR が1枚確定と。まあ、PSR は誰が出てもいいと言えばいいかな。2枚、なごみちゃん。あそうそうそう、なごみちゃんねなんか強化円卓で使えるランスがいっぱいいる使えるみたいですね。なごみちゃん何気にね俺 PSR 持ってるんですよ。つりやくんはきらめき用意で、30連目がバナー SR ですね。でちなみに岸田とさクロセイラちゃんってどっちがいいの。クロセイラちゃんはまあ肩上限アップがあるし得意練習2種類だよね。あ岸田が来た。で岸田くんは確か練習は打撃だよね。ちょっと見てみよう。打撃でしょ。でなんか精神ボーナスがね高いらしいんですよ。精神ボーナス20で12あるんだ。レベル20で12がついて、あミート上限アップつくんだね岸田は。で精神ボーナスが16になって、45で精神ボーナス20か。これちょっとタックが低いパターンかな。あそんなことない、タック80か。えやる気効果もまあ一応50あって、えなんか結構良くないか。まあ、打撃だけっていうのはねちょっとあれだけど。でチャンスパワーヒー、あフルヒッター持ちなんだ。満塁男持ってるね。でローボールヒッター、なるほど、というようなキャラです。50はちょっと分かんない。じゃあ次40連目、ここは岸田かクロセイラちゃんですね。はい、で
第1弾もさ結局60連目まで、第2弾も40連目までだっけ。そんないっぱい引けないよっていう。あ、クロセイダーちゃん出た、まあ、一応両方は確保できましたもん。ちょっとクロセイダーちゃんも見ましょう。もうここら辺になると本当に分かんないで、またナゴミちゃんが出た。やった。メンタルと総力なんだ。で、まあ、2種類あるからね、もちろんタックは低いと思うんですけど、まあ、低いって言っても固有がつくのか。だからタック65、技術ボーナスがあって、得意練習率アップあって、練習効果15があるんだね。で、敏捷ボーナスも6つく、45になれば。なるほど。あれ、これって50になるとどうなの？練習効果30がつくパターンかな。わかんない。で、リベンジ、冷静、サイン、察知、ここ、結構珍しめな特殊能力だね。まあ、というような感じでしたと。まあ、せっかくなんでね、PSR の60連目まではいきます。で、次が、50連目。まあ、これも岸田かクロセイダちゃんかどちらかと。PSR は正直本当に誰でもいいかな。ここクロセイダちゃん、クロセイダちゃんどうする。でもさ45だったら、だってもともと敏捷ボーナスはさここで4ついて、要はそれが6になるだけでしょ。だからもう35とかでも全然使えるキャラだよね。クロセイダちゃんはまあ今のところ無理に45を作り出す必要はないかな。あのセイラちゃんぶっ込んでまでも PSR とかがね来ればちょっと50とか作り出したい気はするけど、まあ、確定のみクロセイラちゃん来た。ダンジョン潜る、これどうする。てかそもそもセイラちゃんぶっ込んでいいの。セイラちゃん自体がさあの有限じゃないですか、無限にあるわけじゃないんで、それを使ってまで、っていうか岸田の PR 初めてか。ちょっと見てみますか、クロセイラちゃんの50を。あー練習効果30だね、30だね。そうするとやっぱ50作り出したいよね。今のダンジョンのそのセイラちゃん獲得枚数ってどうなってんだろう、ちょっと分かんないけど、そこだけ見てみよう。ダンジョンとか時間かかるしさ、忘れちゃったよ。ただセイラちゃんを取りに行くだけだったらどうだろうね。PSR1 体取れるね、 SR があと4体取れる。あれそうだよね、こっちで見るんだよね。で PR があと2体、 R が6体取れますという状況ですね。だから PSR のプラグを作り出すことはちょっと難しいか。 PSR が1体手に入って、 PSR をそのままぶっ込むと 50% の開放率だから、 PSR50 を作り出してぶっ込みたいよね。でそうすると2か3上がるんで、いやーなかなか厳しいというところで、まあとりあえず、ガチャとしては PSR はクロセイラちゃんでしたというところで、じゃあ柵山の方もね結構大変だと思いますけれども、頑張っていきましょうというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。